最後遊んどきを出発するまでなあ。パパ迎えに行ったな。どん。はい、中山夫婦です。今日はカズのハッピーバースデーということで、何歳になりましたか？48歳ですの誕生日。カズが48歳。なのでお祝いで家族みんなで一泊旅行に行ってきたいと思います。旅先は滋賀県です。はい、宿泊先はフューチャーリゾート。はい。じゃあ行ってきたいと思います。はい。入れだったの。いいよ、酒飲んでしまうか。よし、お誕生日おめでとうございます。後で乾杯しましょう。今日はね、でもね、大見ちゃん、滋賀の名物な、ちゃんぽんな、美味しそう。ちょくらいたいと思います。唐揚げ半チャーハンちょっと入れます。おー、すごい、でかもう。私半面にしたね、一応念のため。卵めっちゃある。わ、美味しそうやな。まあ今日は誕生日なんで、爆食い、爆飲み、爆だらけです、今日は。なんかな、多分思ってるちゃんぽんと違う。ね、うん、あっさりめっちゃ。あ、そう。ちょっと待って。うん。好きかも、うん、これが一番人気のね、肉チャーハン。チャンプいきます。うわ、野菜いっぱいでいいな。うわ、ザ・チャーハン、うまい。誕生日やから卵入れるよ。ええよ。俺もよくある。一般です。お前その計算でお前、俺これがお前1個しかなかったらあげるか。あげるよ。あげるよ。あげる。これめっちゃ好き。うん、じゃあ2個いくらある。でも麺までいってないじゃん。うん、いくらある。あげる。行けてるね。火が行けてるね。うん、俺まだメンバーに行ってない、うん、やっとメンバーに行きました。行ったの？食べてきました。麺行きました。まだです。まだ豚肉そっさりメンバー行きました。これ柔らかにしてよかった。見終わらん。柔らかいかいちゃんぽん、柔らかいちゃんぽん、合うわ。つるつるやもん。私逆に固めにした。しこしこやの、美味しいの。美味しい、めっちゃ。お酢入れたらいいのって。お酢を半分かな。お酢ちょっと入れてみます。どんなん変わったかな。全然変わる。ん？めちゃくちゃスッキリする。うまかった。美味しい。大見キャンプ美味しかったです。美味しい。I love was out of control.
太陽の塔。ここは唯一ワンちゃんと宿泊できるですです。はい、ドームテントです。はい、このドームテント専用のトイレ、流し、お風呂全部ついてます。ここもバーベキュースペースもあります。え、ちょっと待って、え、右見て、プールある、ちっちゃいプールあります。ワンちゃん用ってこと？子供に似てるの。あ、もう焚き火もあるし、すごい窓広いから光が入っていいな。なあ、この犬にブチ切れてるし、みんな。どん、それ人形。どん、それどうしても人形。コテも、それ人形。シンクすごいよな、ドームテント。ちゃんと。犬の女も置いてくれてな。すごいすごい。じゃあ乾杯しましょうか、カズのお誕生日。一応あと、あっち行ったらな、生ビールもあるんやけど。中杯だな。うん。まあ、うちはワンコたちがいるので、ここで。缶ビールで乾杯したいと思います。泣いてよ。すごい落ち着いてんの。ここ目隠しになってるしな。人も見えへんし。まあな。いいよな。はい。はい。お誕生日、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。美味しそうに飲むやん。炭酸きつすぎて生きてきなかった。うちはな、もう隣がおったらあかんぐらい吠えるからな。これがいいね。これまあめちゃくちゃいい。こんな伸び伸びしてるの初めて見た。なあ、まあ、な、俺らがトイレ行くのでもな、別にもし出てもええやん。そうそうそう。な、もうギリギリって出たあかん出たあかんって言わんと。そう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 。トイレでも、うん、トイレは外やからな。うん。俺らの。それも専用やからな。そう、共用じゃないからな。テロどうした？テロ言ったらあかん、かわいそう、笑った。足みじくん、足みじくんやったな。ないでや、ないでかちゃいで、むちゃくちゃいいな、うん、ほんまにめっちゃいい。涙見せる、あれ回っていいやで。楽しそうやな。コテは、うん、なんかお泊まり初めてかな、車中泊以外は。何やりました？何や、チャーシーなっちゃって。いいな。はい、RV パークのご説明です。 RV パーク使うと全部使えるっていうこと。全部使える、トイレも使える、お風呂も OK、 大浴場お風呂も使えるし、まあ、もちろんブースも OK、 ドッグランも使えるし、はい、コインランドリーも、コインランドリーもあるんですね。めっちゃいいな。ドッグランもある、共用プールもある、うん、すげえな。なのでよくお客様には、うん、お風呂いくらですかとかお伺いされることが非常に多いんですけど、うちは利用料金の中にも全て本当に含ませていただいてますし。おいくらでしたっけ？こちらはですね、平日お助けになるところは9800円から、うん、で、4名様までですね、はい、で例えば土曜日とか祝日とか、こういう配信日の時には12800円からご案内しております、はいはいはい、で、4名様を超えて5名様からは1名プラス2000円で、うんうんうん、はい、ご宿泊いただけます。あ、はい、で、ここに書いてあるサービスもなんですが、うん、うちのグランピング場に宿泊のお客様いらっしゃれば、うん、カフェの中にフリードリンクもフリーサービスだったりとかもありますので、そちらも全て利用していただけるような形となっております。あ、ほんなら安いな。安いな。こんだけもついてんね。 RV は1番2番で2区画を用意させていただいておりますので。あ、2区画ね、はいはい、例えば大型のでかいやつでもいけますね、はい、でなんか牽引で頭がはみ出る場合は切り離して上の駐車場も使ってもらえるので、はいはいはい、よっぽどなことがない限りはどの車でも受け入れ頃は。ああ、そうですね、はい、
よくあるワンちゃんの受け入れの頭数制限はうちはございませんので、はいはいはい、もう接種証明等さえ持ってきていただければ、はい、ご利用いただけます。あ、何匹までとか結構あるもんね。そうです ね、ありますね、宿泊施設によったら、はい、はあ、もうこうやったらワンちゃんも喜びますね。ね、すごい。こちらですね、愛のページで、はい、一押しのスポットで写真も撮れるし、うん、あとはですね、本当にここで、うん、プロポーズをされるお客様もいらっしゃいまして、今のところ成功率 100% の。おお、すごいな。 100% まあ、ちょっとにやめろやめろ、牧師やめろ、牧師でな。おぉ、ちょっとうちのワンコたちの声が、はい、あ、ほんまや、めっちゃ可愛い。え、可愛い、すごいな、すごいな、すごいすごい。え、前回つながってるんや。こっからまた中に入れるってことやな。入りましょうか。はい、水晶天晶温泉、はい、こちら大浴場なんですけど、大浴場、はい、はい、男性女性時間で入れ替わる方式とさせていただいておりまして、はい、こちらですね、このお時間の間であれば、もうRV パークのお客様でも無料で使っていただける特設となっております。はい、で、例えばちょっと大人数で来たりとか家族で来たりとかして、家族だけで貸し切りたい場合には21時間の翌朝6時っていう9時間をグループ7000円で貸し切りも行っておりますので、はい、こちらでも対応させていただきます。はいはい、はい、温泉です。特にさ、キャンピングカー持ってる人なんか得じゃん。得これ、すごい。この値段ね、これは温泉やな、なあ、うん、はあ、完璧やねこれ。うわ、ここはもう温泉、ちょっと入っていいですか。はい、大丈夫です。はい、うわぁ、いいね、温泉、温泉、外に盛り付ける、仕上がってますね。滋賀県を入れるシャンプー、リンス、ボディーソープ、それから洗顔や乳液等は置いてありますので、こちらはもちろん使っていただいて、はいはいはい、さらにですね、こちら RV パークのお客様なので、アイス3個で4つ目、はい、こちらもお好きなように、あ、アイスいただけるように。ああ、はいはい、はい、これは嬉しいわ。もう温泉のな、もう整った体に、はい、なのでこちらも本当に貸し切りで、本当にすごいゆっくりと、ここで過ごされる方もやっぱりいらっしゃいますね。いいね、はい、ありがとうございます。夜8時45分までは無料で、8時45分、ああ、フィンランド式のセルフでロウリュしていただきます。8時45分まで無料開放なので、この時間の間はもう自由に使ってもらって、へえ、笑っちゃいますね、はい、ありがとうございます。ほんまに、で、セルフな人気なので、他のお客様も使われたりとかする場合があります、はい、そこでお客様だけで貸し切りたい場合、9時間っていう長い時間を、21時間で6時、ちなみにですね、グループ5件で貸し切りを行っておりますので、はい、それもまたご協力いただいております。サウナといえば水風呂ですので、こちらのご案内、こちらがプールと、プール、この手前が水風呂と、水風呂と、うん、プールはですね、夕方の6時までは無料で開放させていただいておりますので、例えばサウナ上がりにそのままプールを使っていただくことも大丈夫です、うん、18時以降なんですが、うん、このナイトプールも中に電気が入っているので、あ、ライトアップ、ライトアップされたナイトプールとして、は、3時間3000円で貸し切りをさせていただいております。こちらもまたはい、はい、でこの大浴場と、サウナ、プール、すべても時間内は使え、自由に使っていただけて、サービスの中にあるという、めちゃくちゃ太陽の塔であったりとか、うん、ここにあるホワイトハウスでスタジオの部屋があるんですけど、うん、そのお客様も皆さん同じようにサービスで使っていただける形になっていますので、はい、だって RV の人やったらさ、私たちだったらキャンピングカーできたらさ、うん、あの値段で全部使えるってことで、そやな、ほんまやな、1人数千円ですもんね、数千円、ほんま得やん、数千円でお菓子食べ放題じゃん、はい、アイスも食べ放題でクールもついて、はい、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、そこに気づいていただいたお客様から大変ご好評いただいて、
そうやね、はい、あ、こう囲えるんや。雨でもね、関係ないもんね、これやったら。全天候対応型というふうにさせていただいておりますので、はい、こちら今中央には全部で6箇所のバーベキュースペース、こちらをですねお越しいただいた際に1箇所貸し出しさせていただいておりますので、こちらを使っていただいております。雨でもできるっていいですね。いいね。なんでもあんな飲み物とドンペリとかもある。すごい、すごいな。なあ、こちらのドリンクメニューもございますが、これと別にお客様お持ち込み持ち大丈夫なので、ネットでお持ち込みいただいてご利用いただくこともできます。はい、で火はガス火の七輪ロースターになっているので、あの炭火や薪等の持ち込みは全く必要がなくて、で網とトングもついておりますので、ほんと食材や食器類持ってきていただければ楽しんでいただけるような、はいはい、でこの一区画をチェックインされた日は夜の9時まで使っていただけます。あ、9時まで、はい、で翌朝は、朝7時からチェックアウトまでまた自由に使ってもらえます、はい、このバーベキューブースも無料でついてきております。はいはいはい、はい、はすごいな。カフェになってます。はい、カフェなんですが、ここはカフェルームね。はい、こちらですね、コーヒーマシーンや、あとそれからソフトドリンク類、はははは、お菓子にポップコーンマシーンに UFO キャッチャーが、はいはい、すげえ、はい、こちらもですね、すべてサービスの中に入っております。あ、これ全部サービス、はい、こちらも使っていただけると。これ何時から開いてるんですか？RV の人も。その通りです、はい、めちゃくちゃいいの、はい、で、チェックイン15時から可能なので。あ、15時から、夕方の3時から夜は8時までの間使っていただけます。はい、で、翌朝なんですけども、こちらのですね、コーヒーマシンだけが朝の9時からチェックアウトまでお楽しみいただけると。室内は基本的にやっぱワンちゃんが入れないようになってるんですけども、このオーニングの下、こちらですね、あ、これですね、はい、あ、まあ、OK、 OK ですか、はい、こちらで2席ね、はい、あ、3席か、使っていただけると、いいな、はい、ワンちゃん OK。 真ん中のやつは何なんでしょう？こちらですね、実は流しそうめん専用というのが、はい、なっておりまして、はい、夜になると虹色に光る流しそうめん楽しんでいただける、はい、なっております。適当に払ったら生ビールとかを飲めるってことですか？ですね、こちらがグランピングの宿泊棟のお客様のご利用で、RV パークを利用されているお客様は、お一人3000円、大人の方が例えば3人、いたら3人ともになるんですけど、払ってもらえれば、このカフェの中でビールとチューハイ飲み放題、たくさん飲まれる方やったら、やったらね、そうです、そうです、セルフサービスでもうひたすら、ひたすら、はい、ひたすらね。はい、が月のとですね、はい、お邪魔します。はい、ありがとうございます。すごい広い玄関からの、おはようございます。わー、すごいな。すごいな。ここで何人食ここはできるんですか？大人の方、お子様で8名様、8名、はい、5歳以下の添い寝のお子様が2名様まで無料で、はい、8名だけってもったいないな。これがリビングですもんね。住みたいな。いや、もうすごいな。だから今の形やろな、こう旅行に来てもご飯作って食べるってね。平棟のお部屋なので、うん、もう本当にキッチンも全て揃ってるような形なので、うん、こちらでお食事も準備できますし、もうあの皆さんでお持ち込みいただいて、うん、持ってきていただければ、例えば調理器具、こちらにも電子機能、はい、用意がございますし、ですね、こちらもそれぞれ入っております。はい、はい、で、食器類も潤沢にありますので、うん、こちら使っていただいて、例えば連泊で洗い物しなきゃいけない時もありますが、こちらはですね、食洗機もついておりますので、こちらを使っていただければ便利に使っていただけます。はい、で、宿泊される場合、お水を1人1本サービスで入れさせていただきますので、こちら使っていただいて、はい、こちらに製氷機もありますので、こちらで、あの、はい、おー、はい、まずですね、こちらアメニティ類もありまして、この月の塔はですね、こちらレッドナイザー入れさせていただいておりますので、はい、ドライヤーもこだわらせていただいて、最新行っちゃってますね。はい、で、お風呂なんですけども、当室大浴場もあるんですけども、そこと同じ人工温泉をこの月の塔は唯一部屋の中にも備えております。はい、すごいな。シャワールーム、はい、そうです、すごいな、置かせていただいております。
近くに。ちょっと住みたい。そんなに住みたいな、これは。あ、でちゃんとシャワーがあってね、はい、でここのシャワーも別に外にはあのサウナ使った後に汗流すのシャワーも、あそこで出入りね、できますもんね。でここのお風呂の窓を開ければ出入りして自由にサウナもますので、シャワーってシャワーありすぎですね。もう正直もうなんか、うわ、大さん行っちゃってたこれ。でよくあの冬場の寒い時なんかはよく足元が冷たくなるので、うん、床暖房は全部カバーさせていただいておりますし、空調もしっかりついてますので、ご不便なく過ごしていただけるかなと、はい、でこちらの大型テレビなんですけども、うん、こちらが普通の地上波ももちろんなんですが、例えば YouTube であったりとか、うん、Netflix プレミアムビデオなどお客様のアカウントで楽しんでいただけるような設備になってまして、はい、上にはスピーカーがベッドでついておりますが、カラオケの機器がついておりますので皆さんカラオケも楽しんでいただいて、すごい、はい、例えばその雨が降ってしまったりとか、それから夜とかですね、でもここであのずっと楽しんでいただけるような感じ、はい、すごい、ね、いいな、ありがとうございます、はい、こちらがまず1階寝室で、2階にもございますが、1階は今シングルベッドが4台置かれております、はい、で最大であとはここの畳のスペースに敷布団を2つ敷かせていただけるので、はい、例えばあのちょっとベッドの怖いあの小さいお子様とか、うん、もうベッドでここであの要望いただければお布団敷いて帰ってきますので、はいはい、こことですね、あとはロフト上がったところにある、2階のスペースにダブルベッドが1台ありますので、はい、それで合計8名様がお休みいただけるような、ここで化粧したいわ、女性には喜ばれるな、見てこれ、そうなの、真っ白で窓外に見えて、素晴らしいところです。ここは一番好きなところです。はい。中庭を置いてすぐはバーベキュースペースとなっておりますので、はい、こちらの付きの棟、8名様の大人数を想定しておりますので、こちらの大型グリルを備え付けさせていただいております。はい、こちらでバーベキューも楽しんでいただけますし、この目の前にはプールがありますので、うん、お子様はプールで遊んで、大人の方はバーベキュー楽しんでいただいております。じゃあ、はい、安全やしね、こうやってね、目に見えた。はい。まあやな。切られてるもんね、うん、でこうバーベキューハウスの上のスピーカーは、Bluetooth で接続して好きな音楽を流しながら、あ、はい、楽しんでいただけるスピーカーがあります。日中はもちろんですね、夜になりますと、うん、このプール今も光ってるんですが、ナイトプール仕様にもなっておりますので、うん、綺麗に光りまして、さらにそのこのプールの上のグレーの壁の部分にプロジェクターを投影することで映画等を流しながら、あ、はい、楽しんでいただける、すごいプロジェクターがございますので、はい、っていう風でもう夜でももうずっと楽しんでいただけるような、すごいな、プロジェクターまで、はい、で月の塔はですね、うん、こちらバレルサウナを導入させていただきましたので、バレちゃんの中でサウナを楽しんでいただけます。こちらですね、はい、プライベートサウナを完全に完備しておりますので、ね、あ、匂いがいい、匂いがいいね、ヒノキのバレルサウナ入っていただいて、シャワーで流していただいて、で水風呂代わりにプール入っていただいたりとか、はい、全部仕上がってるね、はい、でここお風呂になってるので、ここの窓開けといていただければ、ね、お風呂も自由に使っていただけます、ね、はい、形でつけさせていただきます。素晴らしい、素敵ですね、ありがとう、ね、気持ちいい、仕上がりすぎてます、仕上がりすぎて、はい、やっぱあの焚き火をやりたいってお客さんの要望も、はい、たくさんありましたので、薪ストーブを一緒に運んで、中に入っている薪は全て1回分サービスで入れさせていただいている形になるので、はい、お客様の焚き火も夜楽しんでいただけるような形になっておりますので、滞在時間中はあのよっぽどあのずっと楽しんでいただけるかなと思います。扇風機もすごいな、ハイパーいいよ、上にも寝室があります、よいしょ、かわいいな、その熊さん、はい、ここで2人寝れますわね、はい、でこちら眺望デッキになってますので、あ、かわいい、ビッグ、この奥にちょっと雲がかかってるんですけど、うん、この奥に見える山のシルエットは伊吹山ですね、ちょっと今あの熊さん、あそこね、すら見えてますね、あー、ほんまやね、伊吹山が眺望で見える場所です、外から来れるしね、そうですね、はい、はい、最高です、ありがとうございます、あ、ここが空の塔ですね、はい、機内とかはまた夜でも、今ちょっと清掃入っちゃってるので、あ、わかりました、2階部分だけご案内して、はい、で今日は夜食事してもらうね、ここの鉄板焼きブースですね、はい、真ん中鉄板焼きになってますので、はい、すげえ、ちょっと大きめで
最強や。駐車場のだけなんですか？はい、これここは町営グランドです。そこにちょうどあるんですけど、あの公式用具あるんですよ、はいはい、サッカーボールとか。あそれをここでやってもらったりとか、はい、花火もここでやってもらったりとか。ああ、うん、遊ぶとかやな。そうです、これ韓国プール、プール兼水風呂っていう。あ、水風呂、はい。これサウナ、スラントの専用バレです、ね、あ専用サウナまた来ました。いい匂いやな。かなり開放的な感じで。そうやね。はい。ほんほん楽しんでいただけます。ね、もう開放的になるもんね。そうですそうです。サウナで水風呂やって。でここだけインフィニティチェアを、はいはい、入れさせていただいたので、これで外気浴していただいて。整える。はい。本当にサウナ見てたお客さんとても多いです。完璧やね。ここもね、ライトアップなんかされるもんね。そうです、夜ライトアップ。夜ね。あそこ地味に分かるブランカーの。知ってる知ってる。子供ら遊んでたやん。あれね。そうです。で、この高さからそのイルミネーション、例えば山であったりとか、その城内のイルミネーションを見れるのはこの空の畑。はあ。アドリア。アドリア。いいですか。はい。わからない感じなんです。二段ベッドに。え、めっちゃかわいいやん。洗面に、ね、流しに、リビングに、テレビに、クーラーいいやん。うん、これ、私たちトレーラーハウスで住む前やったら泊まってみたかったよな。めっちゃいいやん。結構買ってみたいなっていう方、ね、もういらっしゃると思うんですけど、なかなか体験できないと。ね、ここで一回体験してもらう分にはそうですよね。これ設備も一通り食器もありますし、キッチンも水道も全部揃ってるんですが、最安値で一人1万円切る料金からあのグランピングでしていただけるので、はい。やっぱ車用のこの、そうやね、押さないといけなくなってる、うん、上げへんようにね、うん、ちゃんとなってるの、はい。そういうところもちょっとあの楽しみ、体験できるの、ね、懐かしい。やめてくれ、もう潰すね。で、ここにちゃんと食器が入ってて、うん、あ、これは体験してみたいですよね。これは寝打ちやね。ね、マンションに見に行くことはあったけど、まあね、泊まるってできへんかったもんな。あ、電源も直で繋いでいるので、うん、例えば電力を気にして使うとか、うん、そういうことも一切ないので、この辺の煩わしさは一切、配信の煩わしさなんかも一切取っ払って、うん、本当に空間を楽しんでいただけるようにさせていただいてるので、うん、はい。めっちゃいいやん、ね、すげえ。うわカプセルや。いや、めっちゃいい。時代的。ドラゴンボール。はい。そうです。皆さんそうやっていただきます。あ、ねえ。はい。ドラゴンボールのほんまにカプセルやで。はい。こちらお二人用のお部屋ですね。はぁ。あ、めっちゃ可愛いやん。ありがとうございます。キッチンやね。冷暖房を完備しておりますので、さっきのあのトレーラーと違うのは、ちょっとテレビや水回り洗面とはないんですけども。はい。2人用のこちらエキストラベッド、引き出し式の2段ベッドになっている。そうなんですね、ほんまやな。ほんまやほんまや、引き出しな。ちゃんと冷蔵庫もあるし。はい、過ごしていただけるものは1人揃えさせていただいているような私のお部屋ですね。はぁ、おしゃれやね。おしゃれですね。で、ここあの見ていただくとお部屋の電気がないんですけど。あ、外の。冷蔵庫の上にコールマンのランタンがありまして、はいはい、こちらを使って。にくい、にくいな。はい、やっていただいて、はい、お兄ちゃんたらって感じ。言い方あえて電気をなしで周り真っ白なので十分、はい、十分ですわね。素敵、はい、グランピングにしてはこのホワイトハウスの部屋も料金的にはすごくリーズナブルな値段になってるので、はいはい、結構この幅広い年代の方であったりとか、ちょっとあの学生の方であったりとか大学生とかですね、うんうん、特に使っていただいているような、はあ、日中外で過ごしてな、夜はもうしっぽり部屋の中でね、コールムースとかでね、入ってけ、入ってこい。こちらトップランなんですけど、うん、RV のお客様皆様使っていただける感じで、接種証明2種類は必要なんですけれども、持ってきていただいたら自由にここ使っていただく感じになっています。宿泊棟で太陽の塔以外のお客様はあのワンちゃん一緒に泊まれないので、一応ここがワンちゃんが、はい、あ、ほんまや、あのエアコンもついてますし、あ、はい、一泊5000円です、うんうん、カメラとかもついてますので、はいはい、お部屋でモニターでこちらの方の確認はしていただける感じです。はい、あ、では散歩しにはニコロです。冷暖房もついてます。まあ、
糖質がいいっていう方は太陽の鳥様って言われて、よかったな。はい、もうここ人間止まりますよね。そうね、この中にあの、まあ、2匹入るんであれば、うん、あの2匹入れてもらってもいいですし、この1ブースで5000円っていう感じで、うん、はい、勝て、はい、ケチンやん、ハンちゃん、うん、濡れちいな、濡れちいな。よし、ほら、この中も散歩してもいいとのことです。そこはいいって言ったよ、あの流しそうめんとこ。ここはね、うん、あ、ここのね、ワンちゃんと同伴 OK らしいです。いただきます。ワンちゃん OK の、はい、ここもタオコでも吸えます。はい、流しそうめんもついてます。これ絶対いいでな。巻いてますか、巻いてます。巻いてる。カメラは？こっちは？こうやって使い方とかもちゃんとやり方を書いてくれてて、ここに、うん、そこにアルミを敷いてください。燻製体験ができるの。よし、うん、アルミを敷いて、あ、これを3つ、はい、なんでスプーン3枚、はい、はい、これを置きます。はい、それで順番にこんな感じで、はい、ああ、いけたんやな。はい、こうやって置いて中火で5分程度加熱したら OK です。初めては燻製のすき焼きのためので、蓋をして、はい、乗せます。はい、乗せます。はい、ちょっと5分待ちます。エビスマイスター乗ります。いただきます、はい、ありがとうございます。よし、お、美味しい。ハッピーターがどう変わるの。あ、めっちゃいい匂いついた。16分になりました。あげていいの、完成。一瞬でできるんやな。じゃじゃん、じゃじゃん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 。あ、ちょっとちょっと。それでは実食したいと思います。いただきます。ピーナッツ、あ、燻製の味する。いただきます。燻製の味する。多分そもそも燻製分かってないの。何？燻製分かってないの。今気づいたけど。多分燻製分かってないんですよ。何がね。燻製の味分かってない数から食べて美味しいですか？もう美味しいに決まってるやん。美味しかったでーす。はい、最強。よっ。はい。ご足です。あと足ない。へえ、すごい。へえ、これいいな、鉄板。ありがとうございます。まあ、すっごい頑張って運んできました。すごい。I got money.
しゃれでな、うん、お色多い、はい、綺麗なぁ、やばい、もうびっくりした、どうした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 これどうしたこれ、なんか芸能人の歌みたいな感じ、すっげえ、こういう、あ、すごすげえ、いやー嬉しいなぁ、そういやすごい、すみません、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます、緊急速報です、ある方からカズさんへのバースデーメッセージが届いています、緊急速報、どうした、うわー嬉しい、ジママです、アイちゃん、アイちゃん二十歳の誕生日、カズくんだね、アイちゃんじゃない、確かにカズくんって聞いてない、シノに似合うカズくん、家族、誕生日とこれからもね、いつまでも若く素敵でいてください、はい、また8月にお会いできるのを楽しみにしてます、は
はい、楽しみにしてます。ハッピーバースデー。いやー嬉しいな。特別席にご案内いたしますので、はい、こちらにどうぞ。お誕生日おめでとうございます。バナナとジーマンママからお預かりしてます。おめでとうございます。いやすごい。ジーマンさんありがとうございます。バナナさんありがとうございます。後ろ見て、後ろ見てめっちゃ怖い。おめでとうございます。いやありがとうございます。すごい。フィーチャーさんありがとうございます。ありがとうございます。本当にまた8月バナナさんよろしくお願いします。間に合うかな練習が。はい、乾杯。ありがとうございます。フィーチャーさんおめでとうございます。素敵な48歳です。ありがとうございます。おめでとうございます。奥さんからやね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。すごいこれ。うわやばい。回して当たった県に下道で行ってハンバーガーを食べに行ったんです。最近行ったらどこですか？最近は、熊本に行きました。はい、下道で。何時間かかる？30時間ぐらい。30時、はい、休憩しながら広島で一回休憩して。あ、そう。いくらのハンバーグ？はい、ですね、あの時で1200円とか、そのあたりですね。はい。熊本城、めちゃくちゃ美味しかったです。すごいですね。はい、もう帰る時はちょっと後悔しました。何をしに行ったんだ。はい。今、滋賀を拠点にルーレットで、はい、今のところ行かれてるんですね。はい、そうです。あ、で、あの、絶賛彼女を募集中なんですか？あ、そうです。募集中してます。はい、私です。どんなタイプがいいですか？優しくて、何でも許してくれる人がいいですね。はい、はい、あ、こんな感じで。温泉めちゃくちゃ気持ちよかったな。気持ちいい、最強。最強。最強の最高。です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 。仕上がります。うん、で今日はもう雨が降ってるんですけど、全然雨でも楽しめるな。全然良かった、めっちゃ、はい、うん。このアイスの味見をします。はい。あれ見てる。何？あのちっちゃい時からさ。あ、ミルクボーイみたいな。あ、そうなの。鳥のマークのさ。はい。浴衣も貸し出しがあるみたいで、めっちゃ可愛いの選んでくれたの。はい。ハズもじゃっかり浴衣着てます。はい。なんかもうほんまにあれやな。いいえ。グランピングというか温泉来た感じするな。はい、アイス食べて体を涼ませて、はい、ゆっくりしたいと思います。はい、わーすごい。いやー、簡単な朝食ですけど。ありがとうございます。どうぞ食べてください。美味しそう。うん。美味しい。おしゃれ。もう今回は誕生日のサプライズ。フィーチャーさん、バナナさん、ジーママさん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。いろいろやっていただき、すべての人に感謝を。申し訳ないこれで48歳、良い誕生日になりました。これからまた飛躍をしていきたいと思います。感じる、はい、ありがとうございました。本当に心から御礼申し上げます。すごいな、いい施設で、はい、雨がちょっと残念でしたけど、はい、とってもゆっくりできました。はい、ありがとうございます。フィーチャーさんもありがとうございます。ではまたの動画で、はい、お会いしましょう。それではさよなら。みえぴっぴ。